こんにちは、みきめぐみです。今日のテーマは褒め方の極意ということでお届けいたします。この動画を最後までご覧いただくと、人間関係をもっと円滑にする人に好かれる褒め方のポイントがわかります。やっぱりコミュニケーションにおいて人を褒めるというのはとっても大事なんですね。なんでかっていうと、やっぱり人間誰でも自分のことに興味がある、自分に嬉しいことを言ってくれる人のことはなんかこう好きになっちゃうっていうのがね、働きますよね。でも意外と難しいのが褒めるという行動ですよね。なんか上から目線になっちゃう。ちゃったりとか、下心ある感じになっちゃったりとか、心配ですよね。あれ、私の今の褒め方大丈夫だったかなって思ったり、逆に自分が褒められる側の時に、なんか褒めてくれてるけどそれ本心かなっていう風にね、疑心暗鬼になったり、嫌な気持ちになったりとか、経験あるでしょ、そういうこと。そういうのってすごいもったいないなと思うわけです。褒め方のポイントを押さえていただければ、気持ちよくお互いにね、距離が近づく褒め方になっていきますので、ぜひこの動画で一緒にポイントをチェックしていきましょう。私自身も特にアナウンサー時代に、初めて会ったゲストの方とかお客様と、パッと仲良くなって、パッと番組でお話を盛り上げて、ではまたっていう風にお別れをするみたいなことがね、すごく多かったんですね。で、やっぱりこのパッと初対面の人と仲良くなるっていうのに何かを褒めるとかね、そういうのってすごく効果的だったんですよ。そんな自分自身の経験も踏まえて、褒め方の極意ということで5つまとめさせていただきました。それではご紹介していきます。一つ目のポイントです。いいですねよりも好きですを使うということです。何かを褒めるっていう時に、例えばね、身につけてるものを褒めるっていうのは入りやすいですよね。そのピアスいいですねとかってね褒めたりするじゃないですか。でもちろんこのピアスいいですねっていうのは悪いわけじゃないんですけれども、ぜひ試してみていただきたいのが、いいですねの代わりに好きですっていう言葉を使うっていうことなんですね。そのピアスいいですねの代わりに、そのピアス私も好きですって言ってあげるということです。で、これはね、どうしていいですねの代わりに好きですを使ってみてほしいと言ってるかと言いますと、評価になることを避けるということなんです。褒めた時になんか上から言ってるような感じになってしまうっていう場合は、相手のことをいい悪いと評価、審査している状態だから、なんかこう上からで嫌な感じっていう風になっちゃうんですね。その可能性を排除するためには、相手や相手のものを褒める時に、いいですねという言い方、いい悪いという軸ではなくて、私があなたのそのものを好きですっていう風に自分を主語にして伝えるということがね、とっても効果的なんですよ。もちろんそのピアスいいですねって言ってる時も、自分が好きだからいいですねって言ってるわけなんですけど、いいっていう言葉を使っちゃうと、どうしてもこう評価目線っていうのは入っちゃうんですよね。それを避けるために、時々でも結構ですので、私はそれを好きですっていう言い方をね、混ぜてみてほしいんですよ。これね、言われるとね、嬉しいですよ自分自身じゃなくて自分のものであっても、好きですって言われてこう嫌な思いをするっていうことはあんまりないですよね。で、それからもう一つ上級編としましては、物を褒めるのもいいんですけれども、その物を持っているその人自身と絡めた褒め方にすると、好きですという言い方にするとより効果的、距離が近づいたりもします。例えば、そのピアス好きですからちょっとステップアップしまして、そのピアスを選ぶ田中さんのセンス好きですとかね、あ、そのピアスとお洋服のコーディネート私好きですとか、こういうことです。こういう言い方にすると、ピアスそのものから、そのピアスを選んだあなたが好きっていう言い方にね、ちょっと変わるじゃないですか。まあ、気持ちとしてはね、言ってるこちら側はそんなに差はないんですけれども、センスが好き、あなたのコーディネートが好きって言ってあげると、こちらがあなたに好意を持っています、親しくなりたいですっていう気持ちがもっとしっかり伝わっていきます。これもね、使う機会があったらぜひ試してみてください。2つ
目のポイントは感心感動するということです。これもさっきの好きですと同じで評価にならないようにするためのコツなんですけれども、相手の行動とか仕事とかに対して感心感動してほしいんですね。直接褒めるんじゃないんですよ。独り言みたいな感じでもいいですので、例えば田中さんはね、お仕事ですごく素敵な素晴らしい文章を書いていたとします。ここで普通だと田中さんの文章いいですよね、素晴らしいですねって、またちょっとね若干評価目線が入った言い方になっちゃうんですけどもね、感心感動します。いやー、やっぱり田中さんの文章は違うなとかってね、これ独り言でいいんですよ。田中さんにはっきり面と向かって言わなくてもいいので、もちろん聞こえてるところでもいいんですけれども、田中さんの文章は違うな、感動する、感心するってことですね。ちょっと雰囲気違うじゃないですか。こっちの方がね、さっき一つ目のポイントでも危惧していた評価になりにくいんですね。私が勝手に感心してるっていうことです。それが間接的な田中さんへの褒めになるんですね。この間接的っていうところが本当らしさ、もちろん本当のことしか言わないでほしいんですけれども、心からのことしか言わないでほしいんですけれども、心からだよっていうのが褒められた側にしっかり伝わるポイントだったりもします。一つ目と二つ目のポイントのまとめとしましては、褒めるっていうのは意見とか考察ではないってことですね。あくまで私の個人的な感想をあなたに伝える、もしくはもうつい独り言だけど漏れてしまったみたいなのが褒めになるわけなんですよ。それってあなたの感想ですよねっていうフレーズが小学生の間で流行ってるらしいんですけれども、褒めるっていうのは感想でいいんです。意見じゃない、あなたはこうですよねっていう評価じゃなくって、あなたのこと私好きとか、あなたの仕事いいわみたいな、私の感想でいいんですよね。そこをね大切にしていただけると、しっかりと気持ちの伝わる褒め方になります。続いて3つ目のポイントです。本人ではなく周りに伝えるというのもとっても効果的です。特にね、褒めたい相手、その人がお世話になっている人とかに伝えるのがいいですね。例えばいつもお仕事で現場担当の鈴木さんっていう方と自分がお仕事をしているとします。で、機会があったら鈴木さんの仕事ぶりを鈴木さんの上司の佐藤課長の方に伝えてあげてほしいんです。全然そんな大げさなことじゃなくていいんですけれども、あ、佐藤課長いつもお世話になっております、先日担当の鈴木さんの迅速なご対応のおかげで本当に助かったんですよとかって言ってあげてください。これをね、もちろん鈴木さん本人に伝えてもいいんですけれども、それだけじゃなくって鈴木さんがお世話になってる鈴木さんの上司の佐藤課長の方に、いや鈴木さんいい仕事してくれましたっていう風に伝えてあげてほしいんですね。そうすると佐藤課長は後日鈴木さんに、おお、美希さんがこの前お前のこと褒めてたよとかって伝えてくれるかもしれないですね。そんな風に第三者を通して聞かされる自分の褒め言葉ってすごく嬉しくないですか？ちょっとこれもね、こう回っていく感じですけれども、間接的にこう届くことによって、あ、本当にそんな風に思ってくれてるんだっていうのがね、これもまたすごくよく伝わるわけですよ。社交辞令じゃなくって、本当に褒めている、本当に自分の仕事ぶりを喜んで褒めてくれたんだなっていう風に受け取ってもらえるんです。本人にストレートに伝えるのももちろん素敵なんですけれども、機会があったら周りに伝えるという技もね、ぜひ試してみていただきたいです。4つ目のポイントです。後日お礼と一緒に褒めるというのもとても効果的です。これはね、また本人に伝えるお話ですけれどもね、例えば、打ち合わせがあったとして、で次に会った時に、あ、先日の打ち合わせではどうもありがとうございましたとかってね、言うことがあると思うんですよ。この時にお礼と一緒にちょっと具体的な褒め言葉を追加してあげるっていうのもおすすめです。例えば、先日の打ち合わせではありがとうございました
ました、とだけ普段なら言うところを、先日の打ち合わせでは田中さんの的確な進行のおかげで理解が深まりました、どうもありがとうございましたっていう風にね、的確な進行のおかげで理解が深まりました、あなたがこういうことをしてくれたから私はこんなところが助かりました、これまあ褒め言葉ですよね。あなたの仕事がすごく良かったんですよっていうことを伝えてるわけです。こういうのをね、お礼とセットで具体的に言ってあげるっていうのもとてもいいですね。先日の打ち合わせではありがとうございましただけですと、まあ定型文ですよね。社交辞令とまでは言わないですけれども、まあ型通りの言葉なんですが、そこに具体的なこういう恩恵を受けましたっていうのを添えることで、褒めプラスお礼にしているわけです。これもね、本当に心から褒めているんだよっていう気持ちがしっかり伝わって、人と人との距離を近づく、関係を深める褒め方ですね。最後5つ目のポイントです。今日ここまでご紹介してきた 1,2,3,4,4つのポイント全てに関わることなんですけれども、相手との関わりの中で褒めるというのが実は一番大切です。何かというと、褒めること自体を目的にして褒めると失敗します。あ、この人を褒めようと思って褒めてるなっていうのは相手には通じてしまうものなんですね。ですからあくまでもコミュニケーションがあって、その中で相手が大切にしていることとか相手が気にしていることに対して褒め言葉を伝えるというのが一番大切です。適当に褒めてはいけません。身につけるものを褒めるっていうのがね、定番ですよねって最初の方にお話ししましたけれども、なんか褒めるとこ見つからないけど、とりあえずネクタイ褒めとくかみたいな感じで、そんなことする人、この動画を見てる人にはいないと思いますけれどもね。そのネクタイいい色ですねとかって適当に言うと、相手がそこにこだわりとか気持ちがあるかっていうのがわからない状態で言ってると、え、そう、実はちょっとこれ気に入ってないんだけど、これしかなくてつけてきたんだよねとかって言われたら困るでしょ。その後、え、あ、そうなんですかってこっちも言葉に詰まっちゃうじゃないですか。で、しかもなんかこいつ適当に褒めてないかって思われちゃうっていう、もう最悪ですよ。そんなことにならないためには、まずコミュニケーションありきですね。で、この人が大切にしてる、あ、ファッション好きなんだな、あ、なんかアクセサリーにこだわりがあるんだなとか、そういうのを感じ取って、で、さらに自分の心も動いたところを褒め言葉として相手に伝えるっていう順番じゃないとうまくいかないんですね。褒めることそのものをコミュニケーションの手段とか、スキルみたいな感じで目的にしないでください。褒めるために褒めてはいけません。繰り返しますが、気持ちが最初です。相手とのコミュニケーションがあって、自分もあ、ここ好きだな、伝えたいなっていうところが湧き上がってきてから、今日お伝えしてきたポイントを意識して相手に伝えてみてくださいね。ということで、今日は褒め方の極意5つのポイントをご紹介してきました。まあ、何にせよ褒め上手になるためには、褒めるポイントを見つけるっていうのがね、すごく大切なわけですよね。そんな見つける力を鍛えていくためには、自分自身を褒めてあげるっていうのもすごく大切だったりします。いいところ、素敵なところを見つける感度を上げる、アンテナをピピピピピッと普段から立てていくことも意識してみてくださいね。一緒に褒め上手になって、もっともっとお仕事の人間関係を円滑にしていきましょう。応援しています。このチャンネルでは、声や言葉、コミュニケーションを通してあなたがもっとのびのびと活躍していくためのヒントをご紹介しています。今日の内容が良かったよ、使えそうだよという方は、ぜひグッドボタンやチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。みきめぐみでした。またねー。